今年で3回目でしたが、一昨年はね、あのバスを一応こうチャーターしましてね、楽な形で回ることができたんですけれど、まあ、博物館の方は前にして言うのも大変失礼なんですけれど、小樽市は大変財政事情が厳しくて貧乏なんですよね。それでバスの運用ができなくなりまして、まあ、去年今年と現地集合という形で、まあ、もともと小樽支部は現地集合を取ってますけれど、あのそういう意味でのちょっと恩恵はなくなりました。残念ながら最大の狙い目は宇土の住所地に帰るその北極って言いますかね、記憶の群れをね見ようということなんですね。まあ、あとは皆さんご承知の通り、この時期はオオハムの類ですとか、ウミスズメですね、ミガラス、こういうのはあのおりますけれど、いやいや海鳥っていうのはご承知の通り、あの日替わり的なものがありましてね、全体的にはいる時期ではあっても、高島岬から見える状態にあるかどうかっていうと、日によってバラバラ、バラつきありますけど、木の上ばっかり行ったら下の方なのね。下の目の方を見るとね、右側の方にね、ほとんど右端の上にね、こう 右側に向かって斜めになってる太い木があるんですよ、はい、その木のちょうど真ん中ぐらいに、はい、左側にいる鳥が見えますでしょ、はい、これ大金さんがキラスで見てた一番しかない。ありがとうございます。